来ました大宮アルディジャーニュースが出てましたねまあちょっと以前にねあの噂レベルというか、はい、ちょっと気持ち記事なんじゃないかぐらいの感じでレッドブル出ててはい昨日ぐらいですかねかなりヤフーニュースとかにもなってましたんでかなり信ぴ性あるんじゃないかと思ってるところなんですけど、はい、どうですかっ、ね、どもこの完全にプラスに生まれ変わるでしょういえす,、ね、すごいなというか外資系外資系入りましたから はい、またプラスに僕は生きるこう生まれ変わるんじゃないですか大宮ねえだって、はい、レッドブルは、ね、まあ一番ライプツヒが有名ですけどああだってブラジルでもあるでしょうありますよねありますよねレッドブルブラガンチーナかなだからザーゴさんはそこ式でやってて鹿島に来たんですよあそうなんですねそう,そうなんですザーゴさんは、ね、はいレッドブル入ってる時だったんですねもう レッドブル入ってましたよ。確か。<ー>はい。だから、すみません。はい。いやいやいや、どうそういうつながりも、そのヨーロッパだけじゃなく、そうそうそう。ブラジルもあれば、はい。っていうことになるっていうのは、もう間違いなくプラスですし、はい。まあ気になるのは、ちょっとクラブ名とか、はい。クラブカラーとか、はい。その辺ですよね。これ、ジャオさん、あほらおお、お父さん、 これ何もないですか情報は。何もないですかお父さん、ちょっと実家に帰らないと、ちょっと細かく聞けないですけど、まあ、こ <laughs> んな危ない時に、さすがに僕もこういうところで喋っちゃうんで。まあまあまあ、そうで、はいはい、はい。はい。あの、<laughs> 親父も喋りやすいですし、僕も喋りやすいんで、はい。僕は多分、ここで多分き切るとは思うんですけど、あ<ー>僕もあんま聞かないようにはしないと、とね。そうですね。わかります。この辺ですけど、でも、はい。 変わるのは間違いないですし、なんか、レッドブル的に見ても、はい、なんか、大宮に目をつけたってとか、なんか、レッドブル目線で見ても、はい。はい、いや、大宮いいなっていうか。<laughs> <laughs> やっぱなな、規模的にも、<う>今 J3 ですけど、はい。規模も大きいじゃないですか、大宮って。大きいですし、はい。す、奈良さん。アカデミーがいいじゃないですか。はい、アカデミーもいいですし、 埼玉の人ですからね。そうですよ。そうですよ。で、女子もあるんそうです,よです。はい、はい。で、ね、都心にもまあ行きやすくて、スタジアムのアクセスもよくて、はい。サッカー専用スタジアムもあるし。はい、はい。そうですよ。だレッドブルもいいチームに僕目つけたと思いますよ。そうですよね。だから勝手に東証線になっても、<う>ああ、お宮だな、みたいな。完全に。だからさっき d a <も>さん。 言いましたけど、チームカラーを、ね、果たしてどうするのかと、あと、俺今、マスコットが、リスでしたっけリス。リスですね。リスじゃないですか。はい。じゃなんか、なんか、こら、翼ではないか。なんか、牛、牛的な感じなんですかね、レッドブルって。そうですね。翼、そういう、こう、はい。どうするキャラクターはどうするのか。そういう、なんか、 ところも。でも、あ,あの、アルディ君でしたっけはいはい,はいはいはい。あの辺にこう、翼を生やしちゃってもいいのかああ、まあそうですね。<laughs> わかんないですけど、ねバ。バージョンアップしてね。いやいやね、サポーターの人の気持ちはちょっと僕らにはちょっとね、あの、はいはい、もう絶対もうミア・アルディじゃのまんまでって方もいると思いますし、はい、そこ変えないでっていう方もいるそ,うだからそのなんかその辺もマスコットのどうなるかですね。 あと色ね。オレンジ、いきなり、オレンジアートは、はい、オレンジアートは何なんですかオレン、いや、いいんじゃないですか赤白ですよね、イメージはね。赤白ですね。でも、オレンジなんで、オレンジは失っちゃいけないと思うんですよ。そうですね、オレンジは。絶対。はい。じゃオレンジを、まあ、ベースというか、ちょっとね。それはちょっとそうですね。そ、まあ、こだけだな、やっぱり。 わからないですね。まあ、RB 入れるのは、ま、入るでしょうしね。はい、それは入るんじゃないですかね。そうですね。はい、いきなり全部変えちゃ僕はダメだと思うんですよ。そうですね。はい。だから少しずつじゃないですか。うん。いろいろこう、ま、なんすかそ、チームカラーとかね、マスコットとかそういうところは。はい はい、まあ、だから、株式をね、何パーセント、まあ、マリノスみたいに、その、半分以下で、ああいうふうに、こう、いろんな連携みたいな形になるのか、がっつりオーナーみたいになるかっていうのもね、多く、思いますし、はい。うん、うん。うん、そうですよね。はい、じゃそこ、難しいじゃないですか。で、さっき、これ、大悟さんが言いましたけど、やっぱり、こう、昔からね、愛着というか、そういう、こう、サポーターもいますから、うん、そういうサポーターの方の、 意見っていうのもしっかり僕は取り入れてほしいなと。ああ。これもとでますね、フトボール本部長の仕事なんじゃないですか <laughs> そのバランスを取るのはね。じゃ <laughs> ないですかまさしく。いやー、難しそうです。お父さんの、もう本当に仕事だと思うので。はい、うそうですね。これがうまくこう上昇気流に乗れば、ねね、もうチームとしては、ね、 やっぱりね、でもね、ライプティとかザルツブルグとか見ても、やっぱね、スカウティングもがやっぱすごいんですよ。<ー>の同じような時は、あの、ね、データを共有してね。はい。はい。シェシコとかすごいですもん。まあ、いつもライプティ取ってくる選手がね。そうか。すぐ活躍することが多いんですよ。だってほら、あのー、F マリノスも、うん。F マリノスも、こう、シティグループのこう、参加に入って、はい。もうほぼ、 その外国人の外れがないじゃないですか。本当だ。そうですね。でしょこれは大きい。これはだか大きいですよ。うん。そういう意味では。確かに。それこうスカウトももうワールドワイドにな,なると思うので。いやそうですよ。はい。で、あとは資本的にもね。はい。サイバーエージェントさんが入って街中が強いように。 いやライプツィだって、もチャンピオンリーグ上連ですし、やっぱりサッカー、どこもねプレミアなんかもほら投資対象みたいになってるところが多いんじゃないですか。日本ののそ日本代表もそうですけど、リーグのクラブがクラブワールドカップを拡大されるという話ですから、ここに入ってくくには、そういうちょっと桁違いのお金が入ってくれるという。 だからね、大悟さマンチェスターの2チームが、もうそういう感じじゃないですか。うん、昔は、ね、赤のユナイテッドが、もうやっぱりこう、タイトルも多く取ってましたし、なんだよ、シティはって感じだったじゃないですか。シティの方がその、ね、それ、ところがどっこいですよ、大悟さん。ところがどっこい。いや、夢ありますよね。もう夢ある。もう今やもうマンチェスターシティの方がね、もう全然チームとしては上ですし。ハーランドみたいな人取れるかもしれない。そう、そうですよ。 夢、いや、夢じゃないと思うんで。そう,そうなんですよ。ーランドのね。今ほら、ね、いい選手がね、どんどん奥抜き選手が行ったりとか、はいはい、そういうのってこう、うね、まあ日本はこう、買われる側じゃないですか。はい、でもやっぱりそれだけじゃなく、買うよと今度は。うんそういう、そういうなんかお互いのこう、取引ができるよぐらいの資金力が今は絶対立ち入りできない状況だと思うんで。はい、はい。はい そうなってきたときに、また日本サッカー面白くなりますよね。そうですよ。だからそういうこうサイクルで、さっきでごさん言いましたけど、ね、アカデミーの選手、例えば、レッドブルーの、ね、ザルツブルーに、<え>ね、向こうに行かせるとか。リオンさんもう、だそう、そういうか、ちょっとね、寂しいですよ。いや、ありそうじゃないですか、<お>リオンさん、はい、ザルツブルーとか、はいはい。普通になんかあり得るで。トントンでライプツィーだ、3人。まあまあまあ、まあまあ、そうですよ。 はあ、いそういう可能性はね、全然十分あるんで寂しいですけどね、寂しいですけど、日本サッカーのために思ったらそういうルートもできる。だから、からアカデミーの選手の刺激にも十分なるんで。ですね。あ、はあ、飲めるんですかね。飲めるんですかね、練習いや、飲めますよ、飲めますよ。飲 <laughs> めますよ。確実に。飲めるんだ。確実に、もう翼はどんどんもう跳ねますよ、<laughs> 完全に。それも。ですよ。 いや相当戦力は充実。ね、あの、ほら、もう記事に出てたじゃないですか。あの、しュビ、うん、リソクシュビ選手がね。はい。契約、<流>対談ですよね。前<流>、はい、の退団ですね、はい。だから誰が入るかわからないですけど、はい。ね。そういう、まあ、まだまだ全然先ですけど、まあ、そうですね。はい。でもこれ、まず、今、調子いいですから、そうですよ。一年で十通に。 帰ってきてもらってててきもらで、そういうね明るいニュースもあったら明るいまあ明るい周りから見たら明るい,だ,いだから、ほら、もしかしたら浦和レッズを超えるチームになる可能性ねだから、そこの埼玉とそうそう、そこのねそれそれそれなんかライバル2チームのこう、はい、切磋琢磨じゃないですけどそこも楽しみにしたいと思います。はい、ということでレッドブルー 参入という。じゃあおさん。はい。しっかり、法務長にしっかり言って <OK> 言ってください。裏情報を聞いて、はい。女に全部で言いたいと思って。<laughs> 七橋さんだけに押しますね。<laughs> お願いします。はい。ありがとうございません。ありがとうございました。